ます。和也の孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日はですね、今気温は時間が6時ちょっと前になるんですけれども、日曜日なんですね。で、給食中とはいえ、平日は子どもの幼稚園のこう送り迎えとかがあるので、なかなかこう朝のドライブっていうのができませんでした。で、今日は日曜日なので、まあ、子どもたちは朝から起きてこうゲームしたり DVD 見たりしてるんですけれども、僕自身は朝日の写真を久しぶりに撮りに行こうかなと思ったんですね。で、ただあんまり遠くまで行くとこう結局疲れてしまうので、こう今日は近場で佐賀空港の近くのこうコスモス園から日が昇ってきたら綺麗かなと思って、ちょっと佐賀空港までね、朝日の写真を撮りに行ってみたいと思います。こうなかなか朝日の写真を撮りに行くことっていうのはこう初日の出ぐらいしかないもので、なのでまあ今日はねちょっと試しに行ってみようかなと思います。まあせっかくコスモスもまだ咲いているということなので、まあコスモスのバックからこう朝日が昇ってくるみたいな写真が撮れても綺麗かなと思ってですね。にしても寒くなりましたね。今、時刻が5時57分なので、あと30分ぐらい下に日が昇ってくるんですけれども、気温が10度なので、もう長袖の上にジャージを着てるんですけども、それでもちょっと肌寒いぐらいですもんね。なので、今ちょっと屋根を閉めて走ってるんですけれども、まあ、本当は開けて走ろうと思ったんですが、ここで風邪をひくと、ちょっと治療中、ちょっとまずいもので、感染症っていうのはステロイドを飲んでないと、ちょっとかからない方がいいんですよね、っていうか、かかりやすい状態なので、まあ、屋根を開けて走ったから感染症にかかるっていうわけじゃないんですよけれども、こう、寒い中走ると当然、体力を消耗するのと、あと、空気が乾いてきているので、こう、喉が乾くとやっぱり感染症にはかかりやすくなるんですね。なので今からちょっと用心しながらね、生活しなければいけないのかなと思っています。ただやっぱりこう仕事を休むようになって体重が減らなくなったっていうのがやっぱりちょっと良かったかなっていうのと、あとはエレンタールという栄養剤をステロイドだけではなかなか体重が増えてこなかったので、こう栄養剤も試してみましょうということで試し始めてからは、少しこうしびれ感が取れたりだとか、まあ、疲労感の午前中の疲労感はステロイドを減らしたせいかもしれないですけれども、少し軽くなった気がしますもんね。なので、まあ、今まで悪くなり続けていたのが少しこういいところが出てきたっていうのが、ちょっと励みになるかなって思います。でやっぱりこう今まで当たり前にできていたことっていうのができないっていうのは結構ストレスなんですけれども、まあその中でこうちょっとずつまたできるようになってくるっていうふうになると、やっぱり当たり前のことがありがたく感じるっていうのは僕にとってはやっぱりいい経験なのかなという気がしますもんね。今であればこう揚げ物を食べたいとか、あとラーメンを食べたいとかっていうのがあるんですけれども、やっぱりまだなかなか食べられないですもんね。こう食べた後の疲労感とかお腹の苦しみっていうのを考えると、なかなかこう食べたくてもこうやっぱり食べれないですよね。その辺がね、少しこう食べ物から栄養がちゃんと吸収されるようになればいいんでしょうけれども、まだなかなかそこまではたどり着いていないみたいなので、まあまだまだ道は長いっていう感じはしないでもないですけれども、こうまあね、ちょっとずつ前に進み始めたような気はするので、まあ焦らずのんびりしたいかなと思います。まあのんびり治療ができるっていう状況を作ってくれてるっていうのもやっぱりありがたい話ですしね。で昨日だったかな、市役所にうち子供をですね、児童クラブとあと保育園、保育部かに預けてるんですけれども、やっぱりこう仕事をしてないと預けられないんですよね。で、それがこう仕事ではなくてこう給食っていう形で病気を治療している最中なので、子供は見れませんっていう診断書が必要っていうことだったので、
言って帰りもらってるんですよね。で、期間どうしようかっていう話になって、まあ、とりあえず3ヶ月で帰っとくねっていう形だったので、まあ、とりあえず3ヶ月間ぐらいはね、こう、今のまま休めるのかなっていう気がするので、まあ、このままちょっと様子見ながら、で、1ヶ月にこう、例えば1キロずつ増やすことができれば、3ヶ月後には50キロ弱ぐらいにはなるので、まあ、そこまでいければね、また少しこう、動きやすくもなるのかなっていう気がしますね。やっぱりこうちょっと良くても体重が落ちすぎているのでこう体力がないんですよね。なのであちょっと調子がいいかなと思って動くとすぐ疲れちゃうっていう状態が続いていますので、やっぱりそうなるとねこう仕事はなかなかできないですから、そう考えるとよく仕事してたなと思いますよね。だってもともと53キロだったのが46キロになるまで仕事してたわけですから、仕事終わった時にはもう帰りは休憩しながらじゃない家までたどり着かなかったですもんね。まあでもなかなかね、休もうと思っても休める状況ではないですし、応援を要請し続けても来るまで半年かかりましたから、なのでまあその辺がちょっと体がこう回復が遅れてる原因の一つかなという気はしますけれども、まあそれを言い出したところで仕方がないですからね、今できることっていうのを続けるっていうのが大事だと思いますので、まあ過去を考えても後悔しますし、未来を考えても不安になるだけですから、やっぱりこう今を一生懸命生きるっていうのが大切だと思いますし、苦しいを楽しいに変えていくっていうのもすごく大切なことだと思いますので、そうやって考えるとこう今まで本を読んできてこう人にアドバイスすることだったりだとか、まあ、自分で実践することっていうのもたくさんあったんですけれども、まあ、改めてこう今まで勉強した内容をこう自分で実践する機会をもらえたって考えると、こう今を一生懸命するっていう練習にはいい時期なのかなと思っています。ということでね、このままちょっと佐賀空港に向かおうと思いますけども、なんかこう朝のこう霧みたいなものが出ているので、もしかしたらちょっと幻想的な感じで綺麗な写真が撮れるといいかなと思っています。それでは、達也のままでした。ありがとうございます。失礼します。